100名以上のノーベル賞受賞者は28日、中国共産党のノーベルサミットへの干渉を非難する声明に署名しました。同声明によると、アメリカ科学アカデミーが4月に主催するオンラインイベントの1ヶ月前、中アメリカ中国大使館は電子メールや電話を通じて、ノーベル平和賞受賞者のダライ・ラマ14世と、 台湾出身のカリフォルニア大学バークレー校の名誉教授のリエン・テツ氏の発言を阻止しようとしたといいます同声明は受賞した2人の中国以外の会議での発言を阻止するなど科学界への審査いじめなどの中共政府の行為に対して憤りを感じると書いています中国出身のプリンストン大学名誉教授の佐井氏および元アメリカエネルギー長官 スタンフォード大学学物理学教授のシュテイブン氏も声明に署名,しました署名者は私たちの多くは大切な中国人の同僚や友人がいて彼らと実りのあるコミュニケーションをしてきたとし今回のようなことが再発すると中国でのイベント特に中国政府が全面的あるいは部分的に協賛支援するイベントに参加する意思に影響を与える可能性があると述べました。